はい。では、上腕の鏡のスキル1の30分いきたいと思います。5、4コインでジャイロなし行きましょう。レディーゴー。4万くらいいかねえかな。さすがにいかんか。運よくめっちゃ稼げたとかないかな。ほい。ちょっと少なすぎだな、女王。30ぐらい消してくれ。よし。今は女王の30分ですか？そうです。ちょっとね、このスキル1の女王の鏡もやってみたかったので続けてやっちゃってます。おー、間に合った、ラッキー。これ上まで繋がんねえよな。あ、繋がったわ。なんかすげえいい感じにスキル回ってる。うん、いなかった。これ一回使っちゃおうか。うわー、いない。何にもいなかった。5000くらい行きたいね。ほら、ほらで、ほら、ほら。あぶねえ。フィーバー5をうまく合わせられたね。ただここで女王がいない。これは重ね書き一発ぶち込むだけ。ほい、5400。ハムをスキル間にしたのですが、次にスキチケ使うツムが分かりません。ハムより稼げるツムに入れるか、もうコイン稼ぎは置いといて、スコア稼げるツムに入れるとか、そんな感じかな。キャベツさん、こんばんは。あー、ミスった。いいところにいなかったね。わあ、うまーくいかんね。今度はスキルも回んないし。
それで4000くらいいけたら OK なんだけど。ヤマトさんこんばんは。ある程度降らしてから、これはこっち回りだな。よし。明日セレモ明日セレクトボックスですね。おー、どこだ、間に合え。よっしゃー。サバーカってどうやって作るんですか。どうやって作ったっけなんか作り方あったと思いますよ。メールアドレスかなんかがあればいいと思います。1個。おー、いない、繋がる場所がない。これは終わった。なんとかぶち込んだけど、よし。8個目です。邪魔でスキル4、アナキンスキル4やったらどっちを先にスキル5にするべきですか。僕だったらアナキン。うん、コイン稼ぎとしてアナキンの方が優秀なのでアナキン入れちゃいます。うん、ぶっちゃけ邪魔でを使う場面ってあんまりないです、僕は。危ね。やばい、このプレイは4000いかなさそうだな。どうしたもんか。個人的にボーピープか、間に合わんかった。ボーピープかジョー、あとはイアンが欲しいんですけど、おすすめは何ですか。セレボね。セレクトボックスの中身全部把握してるわけじゃないんですけど、まあイアンはまあ持ってたらいいかなって感じです。正直コイン稼ぎできるツム持ってたら多分使わないツムなので、まあ1体で十分かなって感じで。ジョー、ポピプジョー、おすすめはね、骸骨ミゲルかな。エビさんこんばんは。あ、でも骸骨ミゲルもスキルレベル低いとちょっとどうなるかわかんないので、聞かなかったことにしてください。これはボムないから使っちゃう。お、ラッキーいけてくれた。女王&鏡持ってるんですけど、イアン狙って引いた方がいいですか。女王&鏡の方がコイン稼げますか。稼げます。もう女王&鏡の方が断然強い。いなーい。あー、そこ消えちゃうか。 まずい。危ねえ。
発ぶち込めるか。うわーボムキャンできんかった。イアンはそんな強くないです。骸骨ミゲルって何が強いんですか？コイン稼ぎ効率がいいです。ワンプレイの枚数はそんないかないんですけど、稼ぐスピードがそこそこ速いのでそこがいいね。おお、もう溜まった。マレフィセントドラゴンとシンジルテだったらどっちをスキルで上げますか？コイン稼ぎだったらマレドラ。スコア稼ぐんだったらシンデレラ。アキさん昨日10倍来ました。おお、ハークさんおめでとうございます。こっち邪魔なツムとして、ここで間に合わない。そして消えた。また間に合わないの。ちょっと早めに。あ、フィーバー超えたか。もったいないことしたな。よし、ギリギリ。これフィーバー終わった時に消したいね。はい、ほいほいほい。なかなかいいのでは。ここで3000。ヒロヒロさん登録ありがとうございます。はい、女王老婆をつかむ。うえ、ああ、いないの。あ、あ、やった、間違えた。オッケー。どこ、こっち流れ。ドグリンゴゲージがたまらない。ここを掴んで、こう。ほい。たまる。初見さんいらっしゃい。声が好き。ありがとう。どこ？ここ。間に合う。で、多分スキルこれでたまる。たまんなかった。ごめん。よし、5300。さあ、父さん、こんばんは。勇者、ミッキー、スキル4と邪魔でスキル3、どっちを育てた方がいいですか？勇者か。勇者と比べるんだったら邪魔で行くかな、僕だったら。骸骨ミゲルとホームランプーではどちらが効率いいですか？僕がスキルマックスでやった時はほぼ一緒だったはずです。ボムが作れてない。よし、作れた。おお、ここ消えたか。上を消えちゃうとまた貯める作業になっちゃうな、盤面に。ああ。よし、イアン狙った方がいいですか？まあ、とりあえず一体守っといた方がいいと思います。使うか使わないか別にしろ、まあ、スキル1でも使えるツムなので、うん、持っといて損はないかな。佐藤さん、こんばんは。違う佐藤さんかな？
シンデレラつけるよって片手の方がいいですか？うん、人によるかな。両手の方がうまくいく人もいれば、片手の方がいい人もいると思うので。イッシーさん、ありがとうございます。おっと、かん。ふい。ふい、ふいと。ハキさんの本番は手伸ばすところマジ好き。手元が来る。ここを掴んでくる。ここを。あぶね。あ、ここで3000いってるか。いいのか悪いのか、どっちなんで。うわー、ペア。なんか、ん？ペア？あ、カップル。老婆カップル。うわ、びっくり。あ、間違えた。なんか、スキル溜まった音にびっくりして、なんか押しちゃったわ。どこから振ってくれ？ここ。はい。ここで溜まるね。よし。今やってるツムなんていうツムですか？女王&鏡ですね。ペアツムってやつです。30くらい。お、40抜かすか。ここ。はい。どこ？たまる。これで、たまれ。よーし、5700、結構いった。今度どうせ効率悪いと分かっていますが、パックマン30分。悪いね。まあ、プラザ補正があるつもりではあるんだけど、結局プレイ時間長いからね、あれ。うん、5万もいかないと思うよな。マレドラ、マジョマレ、どっちレベル上げたらいい方ですか？マレドラ、マジョマレだったら、マジョ。お、ラッキー。スキル溜まる？よし、こんだけ、毎つもいればいいでしょう。あ、繋がんなかった。やばい、これは。今日珍しくバイトで残業があったので捕まえました。バイトで残業大変だな。お疲れ様です。6回目。一番プラス補正があるツムはどれだ。ちょ、もう一回手ながら。よし、なんだろうね、一番プラス補正があるツム。なんだ、考えたこともなかったな。クルージとかかな。プラス補正でしょ。ジョーアンと鏡のスキルレベルなんですか？これ1です。1でやってます。やばい、いない。あー、やばい、やっちゃったな今。来るの待つ。上からマリコ。ほい、こっちからこっちでここ。さあ、たまれ、たまらないかい。よいしょ。どこ？ここ？ここ？ 4 回。マレフィセント系の交通は、とにかく3チェーンで繋げればいいかな。タイムボム狙って、ワンプレイの稼ぎ枚数だったり、スコアを伸ばす感じです。ほら。
あー、フィーバー超えてねー、マジかー。ちゃんと合わせたつもりだったのにー。でもまあギリ入れるか。よし、よし。あー、あと100枚だったかー。6000、なんかうまくなってんな。ハンクと同じ。なんかだんだん上手くなってる。赤色のツム何でしたっけ。アキさんが一押ししてるツム。一押し？あ、ブリンキーの話？ごめん、さっきのサブツム全然見てなかった。あ、よしよし。あ、溜まってないじゃん。どこ？はい。うわ、いない。いや、撃てよかったな、今、普通に。判断ミスですね。あ、やばい。このプレイはやばいやつだぞ。間に合わなかったか今。これ急チェーンしといて。ああ、嘘、さっきからチェーンミスが多発している。やばい、これ4000いかんな。やばいな。まあうまくいかないときはこんだけうまくいかないだな。自分が悪いけど。なんとか4000はいかんかな。きついかな。ここでスキルが回ってほしいんだけど、回ったけどつなぐ場所ねえな、これ。あ、4000はいったか。よかったよかった。まだ6分、あと2プレイかな。明日からのセレボの後ってピックアップですか、それとも新粒確率アップですか。どうかな。ピックアップとか来るのかな。このツムは何ですか。女王の鏡。おっと、間に合う。よし、これはミスですね。よいしょ。学祭で着るクラティのセネーム。で、何かいいのお願いします。セネーム。背中に名前。つむチャンネル。なしにしようか。それは。ここは持って、ここ危ねえ。ほい、
やっぱペアツム強いですか。上腕と鏡は強いね。他のツムはちょっと微妙な点ももちろんあるんだけど。ああ、これもヒーバー超えてからやれよかった。ういうい、コイン稼ぎ一番効率のいいツムって何ですか。ガストンのスキルマックスですね。クラティでチャンネル宣伝させる。よーし、4000はいったな。あ、危ねえ。よかった。カニ、うわー、間に合わんのあれ。これは重ね書きだ。ギリギリ今の抜けたんか、フィーバー。これスキル1ですね。アキさんはプレイうますぎて、アキさんの本物の指サック欲しい。グロい、それはグロいぞ。でいっ、あ、もうスキル溜まったんか、早っ。44。オブレー、ここから繋いで、ここ溜まる。こっちはある。あー、上の方老婆いないな。ここしっかり7チェーンつないでボム作っといて、ちょ、ここもいないな。ちょっと前つむの振りが悪いんですけど、偏りがすごいんですけど。あ、これ4000やばいんじゃないの、もしかして。いや、こっからのなんとかなるでしょう、きっと。よし、スキル回る。よし。あーっと、これは溜まってないってない。ボムがない。遅いね。うまく合わせればもうワンフィーバーいけるんだけど、多分合わないよねこれ。合ってしまうのか、すげえ。5000いったわ、そこから。
わあ、6000いけたかもね。あ、途中、女王の振りが良ければ。はい。ということで、女王&鏡のスキル1の30分終わりました。5000枚、約5000枚くらいの平均で9プレイだとどんくらいになるのかな。さすがにもっと下になるか。9プレイで5300、マスカレードベルが42000か。4万くらいになるのかな。どうなんだろう。4万いくかいかないかってところかな。さすがに、あれ58?48? え ?58 はないでしょ。絶対ないよ。58は。あ、そうだね。びっくりした。58だったらスキル4も超えちゃってるからね。スキル1で一番稼げるツムって何ですか？ワンプレイの枚数で行くんだったら多分イアンとかになってくると思います。6、7000、8000とか行くんじゃないかな？運良ければ。効率見ると多分女王&鏡になってくるんじゃないかな？結構、4000いけばいいかなと思ったら5000枚ポンポン。